兄貴ごめんよ。オイラが停学にならなければ兄貴を守れたのに。兄貴の夢を壊したのはオイラだ。気にするな。医者も時間はかかるが腕は元通りになると言ってくれたからな。本当なのかい兄貴。ああ、だけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから、大学からプロを目指すことにするよ。そしたらお前の方がプロでは先輩になるな。冗談はやめてくれよ。こんなチビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ。お前この1年で身長が随分高くなっているのに気がついていないのか。お前は野球の力も身長もまだまだ伸びるさ。そうだな、そのお前の彼女よりも背が高くなるぞ。彼女ってそんなのと違うよ。アンディ、頭っておかしくなったんじゃねえか。おいおい、そんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ。ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。